管理先生、お帰りなさい。ここでは先生がスケジュールを決められ、ご主人様のおかげです本当に全てがキャンディ先生ここでは先生がスケジュールを決められます。本当は邪魔されるのは嫌いなんだけど、まあ先生なら別にいいや。美味しい紅茶が恋しくなりましたら、いつでもティーパーティーにお越しください。お待ちしております。うわあ、あんまり近づくな。ぶっ殺すぞ。ぶっ殺すっての。先生が来てくれて悪くない気分だよ。もう今の私何言ってんだ。ここでは先生がスケジュールを決められます。
敵なお料理が見つかる。雨が降ったらこれで。あれ、見えますか？プラナちゃん。雨が降ったらこれで。学園交流会では。それぞれのが。学園交流会。学園交流会っち。あれ、見えますか？プラ。そういうことですね。
タイム。いけます。皆さんのための補給品です。守らなきゃいけないものがあるの。悪い子発見。悲しみも怒りも全て因数分解してやるわ。これはどうでしょう。
雨、降るのかな。なかなか興味深いですね。
いらっしゃい、先生。ちょっと練習手伝ってくれない？私はこれくらいできるのよ。私はこれくらいできるのよ。この感覚覚えました。うん、いい感じだね。
違う。私たちが望んだ結果はこんなものじゃない。今日はここまでにしよっかな。先生もお疲れ。見たでしょ、私はこれくらいできるのよ。遅いよ先生、早く行くよ。あ、先生、こっちよこっち。それで行くの？オッケー、いいね、私もそれ狙ってたんだ。へえ、いいんじゃない。期待をかけていただいた分お答えします。私には造作もないことですので。少しは新姉さんみたいになれたでしょうか。
別に私はすごいことをしてるわけじゃないよ。他にやりたいこともスキルもないし。だから私は創作を続けているだけなのかも。なんかこういうのも悪くないね。こういう場所でさ、こういう会話を先生とするのいいかも。だってほら、創作には変化が必要じゃん。先生は私に変化をもたらしてくれる人でもあるから。